平山さん、あいつがまた現れた。久しぶりだな。久しぶりに現れたじゃないか。なんだよ君は。なんで急に現れるんだ。もう現れないかと思ったよ。ヒルライアマさん、ちょっとあなた、ちょっとあなたね、ヒラヤマさん、あなた疲れてるでしょ。疲れてるからなんだよ。疲れてるからなんだよじゃない。あなたはそんな大した仕事もしてないのに疲れた顔して、あなた何ですか、同情されたいんですか。あなたはそういうわけじゃない。疲れたんだ。なーに、あなたそんなことばっかり言ってるから、ブレブレなんですよ、すべてが。ブレブレ、何をやっても中途半端。 YouTube も何やってるかさっぱりわからない。さっぱりわからないか。大丈夫だよって言ってるじゃないか。大丈夫じゃないでしょあなた。いやで大丈夫ですよ。大丈夫だから大丈夫って言ってるんですよ。大丈夫だから、大丈夫だから大丈夫って言ってるんじゃないか。あなたが全然大丈夫じゃない。大丈夫な顔全然してない。してるわ。大丈夫な顔してるわ。あなた今大丈夫なんですか。今、大丈夫じゃない。ほーら、ほーら、あなた大丈夫じゃないって言った。いや大丈夫じゃない時もある。まあでもそれも大丈夫なんだって、そういうことだよ。大丈夫じゃない時はあるよそれ。大丈夫じゃ、大丈夫じゃないよ。大丈夫じゃないよ。いろいろと。最終は大丈夫。最終は、それはあなたも分かってくれるでしょ。それは最終的に大丈夫だってことは。おい帰ってこいよ。おい帰ってこいよ。おい変なやつ、なんだよ中途半端に、どこ行ったんだよ。何だったんだおい、何だったんだよ。なんかおかげで大丈夫になっちゃったよ。今日は大丈夫じゃないなーってなんかこうなってたら、やつがなんかあいつのせいで大丈夫になっちゃったわ。もうだよ。何だったんだ。急に現れるからな。半年ぶりぐらいじゃないか。いや半年ぶりぐらいに現れましたね。最近僕の動画を知った人はちょっとパニックだと思いますけど、たまに現れるんです。たまに現れる変なやつです。いや僕なのかもしれない。